はい。ライ。天気もいいので、お外でおやつをあげようかと思っております。座って。はい。なおりこさんかと。きっと、し。はい、もし。あれ、タムちゃんがいない。タムちゃん、おいで、ほら。こっち、おいで。おいで、おいで。はい、はい。はい、座って。はい、座って。し。パール、座る。し。じ。はい、待ってください。ということで、おっ、あら、おかしいね。静止。ダウン。ライデン。カット、ライデン。タム、おいで。タム、タムちゃん。タムちゃん。タムちゃん、おいで。おいで。おいで。来た、来た、来た。座れ。せい。はーい。なんだ、そりゃ。パル、座れ。せい。じあらかわいい。ライダン。ライダン。はい。ライダン。呼んでない。ライダン。そうそう。パル。パルおいで。パル。パルおいで。シェライ、タムちゃん来た。ほい。シヒ。あれ？カットも来たの。はい。ジム、なんかもうずるずるずるだわ。あら、キットだけ、おりこさん、キットおいで、キットおいで。はい、どうぞ。自宅からおやつ持ってきましてね、例のごとく鹿のあばら骨でございます。おいしい？おいしい？さあ大変です。謎先生が謎です。また召し上がってない。あなたは謎だね。食べてるじゃん、いつも。そうです。ジムちゃんはなかなか食べないんです。みんな食べてるのにね。まあ、おいしいよ。じいさまみたいだね、なんかね。まだ2歳なのに。ジムちゃんね、かなりボーダーコールとしては結構謎な多分カテゴリーに入ると思うんですけど、どうやらね、お父さんもこんな謎な、犬だったらしいですね。すごいね、優秀な牧羊犬なんですけど、結構ね、マイペースで謎くんだった。あ、まだご存命なのに謎くんなんだそうです。あ、
ただね、この謎っぷりがね、可愛くしょうがないんですよね。だってゆっくり食べなさいよ、もうとジム見たく、ほらなんかふがふふになって、早く食べるからそういうことになるんだよ。汚いわね、もう。もうジムちゃん見てごらん、こうやってゆっくり噛むから。ということで、おやつの時間も終わりでございます。おいしい、よかったね。大変です、事件です。お風呂場の水が止まらない。なんかですね、急に水がこのような状態になっちゃって、びっくりです。こっち側は、お風呂で、ね、浴槽を溜める方の水車なんですね。で、こっち側は、シャワーなんの方ですけど、こっちは大丈夫。で、こっち、問題はこっちです。困った。ということで、今、業者呼んでます。早く来てー、業者さんが来てくれました。原因が分かりました。じゃあ、蛇口が爆発ボンボンやってしまいました。水抜きが甘くて水道が凍って、蛇口が壊れました。ちなみにこっち側のシャワーの方は大丈夫。だがしかし、こっちがいかれてしまいました。そういうことでですね、クラシアンさんを呼んで見てもらいまして、原因を教えてもらいました。で、後日、水栓を、丸ごと取っ替える羽目になってしまいました。やっちまいました。で、今度のはですね、サーモスタット付きの寒冷地方のやつにしていただきました。やっちまいました。はぁ、あ、バカ。はい、無事治りました。新しいやつです。ああ、高くついたけどいい勉強になりました。ここのね、くりくりをちゃんとやってなかったのがね、多分ね、範囲だと思うんですけどね。やらかしちゃった。ということで、無事新しいのがつきました。今回のは、サーモスタット付きということなんですけど、業者さんからはね、ちゃんとクリクリもやってねって言われましたんで、やりたいと思います。で、水抜きをやめるタイミングなんですけれども、まあ一応3月いっぱいはね、で気温が高くてもやってくださいっていうふうに言われたので、そのようにいたします。